山崎定義山崎定義2月1日から1971年6月4日は日本の陸軍軍人政治家。最終階級は陸軍中将。富山市長。富山県上新井川郡富山戦国町で旧富山藩市陸軍大位山崎定高、臨夫妻の長男として生まれたが生後11ヶ月で父が病のため死去した。 経緯高等小学校を経て、富山県立富山中学校に進み、3年時に名古屋陸軍地方幼年学校を受験して合格。中央幼年学校を経て、陸軍主管学校に進み、1903年11月30日、同校を卒業して、金沢府標第35連隊に勤務。1904年2月12日、陸軍府標少尉に任官。 日露戦争では、小隊長として出征し、旅順公位戦で負傷した。1910年11月29日、陸軍大学校を卒業し、陸軍不評学校勤務となる。翌年ドイツ帝国に留学し、不評隊員に昇進。以後、不評学校教官、大阪第四師団参謀、参謀本部府、士官学校戦術部長、桜不評第57連隊長。 この絵師団司令部府、不評学校府、東京不評、第二旅団長、第二師団司令部府などを歴任。1934年8月1日、陸軍中将に昇進と同時に退命となり、同年9月30日、予備役編入となった。1936年2月6日、富山市長に就任。日満産業大博覧会の開催。 軍人遺族援護のための富山市軍事議会の組織、工場の誘致などに尽力した。1940年2月5日に市長を退任した。ありがとうございます。